こんにちは。今日の講義は書籍、龍で開運、運気爆発を叶えるすごい神様です。この本は、霊能力者として知られる桜井式子さんが執筆した、龍のパワーを活用して来て運気を上昇させる方法を紹介する興味深い一冊です。桜井さんは生まれながらの霊能力に加え、長年の修行によって霊覚を高め、神様と直接対話ができるようになったと言われています。彼女のブログや著書で紹介される神社仏閣での神様や仏様との対話は、多くの人々の関心を集め、その衝撃的な内容と親しみやすい語り口で支持を得ています。本書の特徴は、桜井さんが実際に日本全国の龍にまつわる神社仏閣やパワースポットを訪れ、龍と対話して得た知見を読者に伝えていることです。龍は一般的に、徐々に願いを叶えていく存在として知られていますが、本書ではドカンと一発で叶う願い事が得意だと紹介されています。特に試験合格、人気急上昇、ボーナスアップ、病気全開といった具体的な願いに対して効果があるとされています。本書の構成は非常に興味深く、読者を龍の世界へと導いていきます。まず龍の基本的な特性について解説があります。龍の体の色によって性質や担当する仕事が異なるという点は、多くの読者にとって新鮮な情報でしょう。次に、龍のパワーを効果的に受け取るためのコツが紹介されます。これは本書の核心部分の一つで、読者が実際に龍のパワーを活用する上で重要なポイントとなります。さらに、龍との契約についての説明があります。これは神秘的な概念ですが、桜井さんの説明によって読者にも理解しやすくなっています。興味深いのは、都会の空にも龍が存在するという指摘です。東京のような大都市でも龍のパワーを感じることができるという点は、都市部に住む読者にとって心強い情報でしょう。本書のユニークな点として、日本全国龍マップが付属していることが挙げられます。これにより、読者は自分の興味のある龍のいる場所を特定し、実際に訪れることができます。桜井さんは、これらのスポットを訪れることで心身がクリアになる浄化効果も得られると説明しています。また桜井さんの体験談も豊富に盛り込まれています。例えば万里の長城の龍に友達になろうと声をかけたエピソードなどは、龍との交流の可能性を示唆する興味深い内容です。龍が天空に舞い上がる際に浄化の風が吹くという描写は、読者の想像力を刺激し、龍のパワーを身近に感じさせる効果があります。本書は、龍の爆発的なパワーを味方につけることで確実に開運できるという前提に立っています。そのための具体的な秘訣が満載されており、読者の運気上昇に役立つ実践的な内容となっています。全体として、この本は神秘的な龍の世界を、桜井さんの独自の視点と経験を通して分かりやすく解説しています。霊的な内容に興味がある人はもちろん、運気の向上を目指す人、日本の伝統的な信仰に関心のある人にとっても、新しい視点を提供する刺激的な一冊と言えるでしょう。ただし、科学的な裏付けがない内容も含まれているため、読者の方々には批判的思考を持ちつつ、楽しみながら読んでいただくことをお勧めします。この本の魅力的な点として、龍にまつわる具体的な願掛けの方法や、龍との交流の仕方についても詳しく解説されています。著者の桜井式子さんは、龍に願いを伝える際の言葉の選び方や心構えについても丁寧に説明しています。例えば、龍は直接的で明確な願いを好むとされ、遠回しな表現よりも具体的な目標を伝えることが効果的だと述べられています。また、本書では龍の種類によって得意分野が異なることも紹介されています。例えば、金運を上げたい場合は金色の龍に、恋愛運を高めたい場合は赤い龍に願いをかけるなど、目的に応じて適切な龍を選ぶことの重要性が強調されています。これらの情報は、読者が自分の目的に合わせて最適な龍を選び、効果的に願掛けを行うための指針となっています。さらに、本書では龍との交流を深めるための日常的な実践方法も紹介されています。例えば、自宅に龍の置物や絵を飾ることで、龍のエネルギーを日常的に取り入れる方法や、龍にちなんだ瞑想法なども解説されています。これらの実践方法は、読者が日々の生活の中で龍のパワーを感じ、運気を高めていくための具体的なアプローチとして提案されています。
例えばビジネスシーンでの成功や現代的な悩みの解決にも龍のパワーが活用できるという視点は、伝統的な信仰と現代生活を結びつける新しいアプローチとして注目に値します。著者は龍の力を借りることで仕事での昇進や人間関係の改善、さらにはストレス解消にも効果があると主張しています。本書の後半部分では、日本各地の龍にまつわる神社や寺院、パワースポットについての詳細な情報が提供されています。これらの場所の歴史や、そこに宿る龍の特性、さらには訪れる際の注意点なども丁寧に解説されています。この情報は読者が実際に龍のパワースポットを訪れる際の貴重なガイドとなるでしょう。また著者の桜井さんが実際に体験した龍との交流エピソードも多数紹介されています。これらの体験談は龍の存在を身近に感じさせると同時に、読者に龍との交流の可能性を示唆しています。例えば龍との対話を通じて得られた人生の指針や、突然の幸運に遭遇した経験など、読者の想像力を刺激する内容が盛り込まれています。本書の最後には、龍のパワーを日常生活に取り入れるための実践的なアドバイスがまとめられています。例えば龍にちなんだ食べ物や飲み物を取り入れることで運気を上げる方法や、龍のエネルギーを感じやすい時間帯や場所についての情報など、読者が即座に実践できる具体的なヒントが提供されています。全体を通して、この本は龍という神秘的な存在を現代人の日常生活や悩みと結びつけて解説しているという点で独特です。著者の桜井式子さんの豊富な経験と独自の視点が、読者に新たな気づきや可能性を提示しています。ただし、こうした霊的な内容は個人の信念や価値観に大きく依存するものであり、読者の方々には自身の判断で内容を吟味しながら読み進めることをお勧めします。この本を読むことで、読者の方々は日常生活に新たな視点を取り入れることができるでしょう。龍という神秘的な存在を通じて、自分の人生を見つめ直す機会が得られるかもしれません。例えば仕事や人間関係で行き詰まりを感じている人が、龍のパワーを意識することで新たな発想や解決策を見出すきっかけになるかもしれません。また本書で紹介されている龍にまつわる神社や寺院を訪れることで、普段の生活では味わえない特別な体験ができるかもしれません。これらのパワースポットを巡ることは、単なる観光以上の意味を持つ可能性があります。心身のリフレッシュや自己を見つめ直す貴重な機会となるでしょう。さらに本書の内容は読者の方々の想像力を刺激し、日常生活に彩りを添える効果があるかもしれません。具体的で明確な願いを龍に伝えるという行為は、自分の本当の望みや目標を明確化するプロセスにもなりえます。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ、読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし、栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されています。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれ、過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。ライザップでは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。
健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体づくりが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。